ああどうもボボビビーーーアトレザーのボビーですえーうん、今日はもう今日からですね12月1日ですよ、ね、あと1ヶ月31日ですかねえー、91回目の配信になりますそれではオープニングムービーをどうぞ。 どうもボボビビーーーアトレザのです大阪のですねボビー・アトレザーのアトリエから、えー、ライブ配信をさせていただいています。ねもう12月になりまして急に、えー、気ぜわしいねええー、怒涛の31日になりますね。えー、2020年ね皆さんどんな挑戦されましたかねねまあ,あ僕はそのこの配信をね <laughs> めめてて、えー、やり始めてです、ね、まあ,あのいろいろお経験する経験値が上がりましたけどね、えー、91回目ですよ、ねえー、9月う2日からですね、えー、正式に「ボビー・アトレザーの」の配信を始めようということですね。えー、<laughs> まあ周りの方がですね、えー、されてるのを見てですねなんかそういう感じの 時な,んかなと前からまあ映像というのはあ気にはなってたまあジャンルなんででまあ今日はですね何を話そうかなと思ったんですけどふっと寸前でね、えー、思いつきましたまああのー、タイトルはですね「えー、アップル信者」っていうことでねハテナマーク書いてねえー、今思ったらですね、えー もともとねやばいあのー、コンピューターには何ののないようなこの、ね、今もこ,のこういうのは全部手作業じゃないですか、ねあのー、実際に例えば、まあ、CAD を使って、えー、型紙のパターンを作るとか、まあ、そういう技術も多分今はもう確立されてますよねだいぶね。 当時はミニキャドっていうのを使ってね、ベクターワークスとかねそういう,うキャドソフトを使ってですね、まあ、あの空間デザインをずっとしてたんですけどね、まあ、それで、えー、アップル、ね、e の Mac を使ってました当時はあパワーマックって言ってましたね, <laughs>、えー、ね7600っていうやつだかな。僕はまあはベータ箱みたいなのでっかいやつですね うん、それをまあ使っててねあのはっきり言ってもタイプライターもーワープロも売ったこともないですからねドライ成虫にいい感じでねまだそのねインターネットにつながっているわけでもなかったしつな、うん、がっているもんたらプリンターぐらいちゃないますからね <laughs> でなんかスカジーとかそういうガチャガチャ,ガチャでねもうあの頭痛になるようなもうなんかなんかこうデザインをしているのかあのコンピューターをいじっているのかも分からないような。 ね、そんなどっちやねんって感じだったけどねあの蓋釜みたいなのをパカッと開けてそハードディスクやらこういうのこうねほこりのシュッ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 やつつけてまあそんなことばっかりやってますけどねまあそこからですね、えー、インターネットをねピ <laughs> ーヘラララピーヘララとかって <laughs> 電話回線で <laughs> それで、えー、あのねこの家でもできるっか家,家でも欲しいなっていうねあってあのアイ iMac がね、ボンダイブルーですよ、ねえー「17万8万八千円」とかでね、えー、スティーブ・ジョブズがどのまだどのなんかねそういうねマックファンとかいうあの本とかね毎月のように読んでましたけどね、えー、それでですね、えー、プリンターとセットで、えー、あと,と USB のんやったかなスマートメディアじゃないんやったかな。 なんかフロッピーみたいなやつ <laughs> でそういうのをあのいろいろ買ってですねでなんやかんやでも三十万超えましたけどね <laughs> でまあそれでもう毎日ね自宅でもこうなんていうのコンピューターが使えるっていうんですねあの夢のようなっていうかあー家で CD が焼けるとかねそんな時代ですねでまああのー、そこからですねまあ,あ 僕のあの,書斎のねえ今はもう息子に占領されて今ここアトリエがですねもう僕の居場所になりましたけどねえまあこれはえっとねーえーっと右側に映ってるのは SE30 っていう白黒のマックですね。これはですねあの僕のお 後輩からですねエンジニアの後輩からあもらもってで,す、ね、でまあ,あのメモリー8メガぐらいでしたかなこれまあシステム自分で組ん,んかこうフロッピーを何枚も何枚も入れて漢字どうかな何にして、えー、やってましたけど今はもうあの最後はですねサッドマックででパ,パパパパンいう、えー、アルペジオがかかってねあのしましまになって、えー、も,うもう今あのオブジェです。<laughs> でまあ,あの片一方のこのはあの。 アイブックやったかな名前ちょっと忘れたけど、うん、あのシェル型のねこれタンジェリンっていうのもこれもね、えー、使いつつねこれで職場とですね仕事場と自宅をですねこれを持ってねいろいろやってましたねまあインターネットにはほとんどつながってませんでしたけどね、まあ、途中でつなぐようにしたかな、うん、まあいろいろデザインのことでねグラフィックとかそういうのをやってましたね、うん、あの建築もそうですけど。 うそういうのあ,のやってました、ね、あこれほんでまあ,あ <laughs> でまああのえー、っとまあま,マックまあまあまあボンダイブルーをねいろいろ改造してテレビが見れるようにとかいろいろおあの分解していろいろやってたんですけどとうとうお医者間になりましてですね、えー、その後 G4 っていうあのでっかいあの床に置くやつをね えー、それをですねあのいつもこの何て言うのこの配信ではたまにちょいちょい話題に出てくる賢治郎く君ねピア,ニあのピアノ弾けたりの賢治郎く君からですね、えー、お風呂をですね、えー、安く売ってもらってですね、えー、それでですねなんとかし,、えー、しのいでましてでまああのー、10年前に えこれですよ、まあ、これちょっと今トルーパーがいてるからですねちょっとあのややこ見,見方ややこしいですけどねパッと写真が出てこなかったんでこれで,、えー、でこの MacBookPro ですかねこれを10年前に買ったかなで元旦に買いましたわ、うん。でもそれをずっとついこの間まで、えー、騙し騙し使ってましたね当時はまあ日々普通に何でも使ってたんですけどあのー、なんていうんですかこうやっぱりこう。 ね、時代と1年ごとにですねなんかほらソフトも変わるしシステムいろいろなもの変わってくるでしょもう対応しきれなくなってねいろんなもんが。でもなんていうのー YouTube も見れなくなったりとか設定ができなくなったりとかねしても最新がですねこの iPhone7 ですよ。 これが一番持っている中で最新機種でもう、ね、今はまあしまいにやっぱりこう昨日も久しぶりにこの MacBook をですねちょっと用事があって開いたんですけどもねもうキーボードも,もうあの打てないキーがあったりとかして、うん、まあその時に、まあえー、この今この、ね、画面いろいろやってるのがイマックじゃない iMac か。 ねえー、ボンダイブルーからもうだいぶ進化してですね、えー、27日でもうまあまあ壁のようなね、えー、こんな目の前ですねもう,もうこれがあるから今こういう環境でね配信もできているっていう感じですねでまああのー、まあなんで今日こんな話してるかって言ったらですね、えーまあ、昨日ですねせいかがですね、あのー、iPhone をちょっと借りたいんやけど一緒に行かへんかよって言うてね 言われまして iPhone かも、まあまあ、実際この今使っているこ iPhone もですね、えー、なんかなあのソフトがほとんど動かないですけどおあのインストールできないですねもうなんかいっぱいですいっぱいですってなってねあのそんな大した名もしてないですけどであとまあ,あちょっと離れてちょっと出かけるでしょうもうあの20%ぐらいになったんですねすぐあの普段ここにいてるからあの差しっぱなしなんでねあの あのか充電にだからで、まあ、ほとんど電話で、ね、こ,うこういう仕事なんであのほとんどが電話です。<laughs> ね電話かけたりかかってきたり、うんまあ、それでえ使ってる端末なんですけどねで、まあ、あのどっちらかと,いうとメインはあのコンピューターなんで,であとですねあの、まあ、何でも古くなりましたこ,のこれもですね iPad もあの初代のやつですねこれもう,もう今もうニッチもサッチもいかがでね、えー、ラジコ。 だけあのラジオとラジオとかしてますね、うん、まあそんな感じでねあの今思ったらアップル信者かなと思って信者でもないんやけどおまあアップルというブランドのものをですね、えー、使ってますねでもあのこれね iPhone4 ですよ iPhone4 これねえー、これがですねまあ一番 最近はもう出かけてないんですけど出かける時はもうこれですねまたもう昔は東京にショに行ってたんでえ新幹線乗ってる間はですねえこれで音楽を聞きながらですね本読んでいう感じのねえ移動でしたけどねえまあそんな感じでまあ今でも現役なんはこれですねほんでああ iPhone を買わんかいてね iPhone12 っていうのが出てるでしょ。 で特に機種はこだわってないんですけど何しかあこのサイズ感がねあの iPhone のこのサイズ感が好きなんで,で、まあ、iPhone12 っていうのがのミニっていうのが出てるみたいなんでねそれがすごいあの気になっててほん、まあほんまはあなんか予,予約とかせなあかんのかなあれほんまはね。 けどまあまあちょっと梅田で行ってバラバラしたらどっかあるかもしれんないとかいう安易な気持ちですねまあまあ他の仕入れのねいろいろ僕もあのレーザーのいろいろ小物のとか諸々の仕入れもあったんであの資材とかのまあほんでまあ今からねこれ終わったら出かけていくんですけどで、まあ、あのまあそれで iPhone がなーと思って皆さんあの,あのアップル信者ですか こののご覧皆様それとも別にこだわってないけどって感じかなアンドロイドを使ってやる方とかねいると思いますしね僕はもう全部アップルねアップルウォッチとか持ってたらまだ変わるんですけどここにいてたらあのそういうふうな使わないんですよ、まあ。僕は結構そのね えー、モバイラーっていうかその、ね、いろんなところでそのノマド生活みたいなのしてるような仕事でしたらね、あのー、そあのノートパソコンとあのなんか iPhone とこんなんでね、あのー、ちょっと、あのー、小,い小粋なカフェでああれそういうねちょちょっとこうやる仕事やったらいいんですけどね。えー もう両手をですね計算も,もですねあのレザーをですね染め、えー、手染めしてみましてね、えー、いろいろもう,こうくっつかめちゃなってますけどねそ、うんな感じでやってますけどねまあまあ,あー今 SE のというのがいいのかあ11の前の機種でいいのかあまあ,あ新しいねその12っていうかな、うん、がいいのかねまあまあ,あのはっきりでも こういういなんて壊れる前になんかこう買い替え買い替えみたいになるじゃないですか最新スペックとかあるんじゃなくてもええんかなと思う時あるんですよね最初の時は悩むんですけどねえー、けど実際使っていって生活になってこうなじっていったらあのきあの 機能のほとんど使っアプリいろいろ入ってるけどほとんど見てるのはもう天気予報とですね <laughs> あとなんかスマートニュースですかあとカレンダーですねでまあまあこういう SNS の見たりとかするぐらいですねもうインスタとかでもねマックでやってますからねうん投稿はねうんあ,ありがとうございますあ宮城さんありがとうございますえこんにちはねありがとうございますねえーまあ え今、まあ、もう,ここ、ね、もう残り1か月ね、えー、まあ今年は忘年会とかそういうのは別に、まあ、僕はもうほとんど忘年会とか全然ないんですけども、まあ、今年は特にこんな時なんでね、あのー、きっとこういう端末関係がねとかなんかそういう通信関係とかが重要になってくるかなと思いますねなんとなくそんなまあもう何年も前からそれは僕は予感してたんですけど。 そが今年はこうまあまあレーザークラフトのねこのレーザークラフターでこういう配信してる生配信してる人ってあ,あまり会うたことないけどねなんかどちらかというとこうおおなんかこうミステリアスな感じでね、えー、い,るいる方があなんかええかなと思ったりもするんですけどねまあまあ <laughs> いいじゃないですか。ね まあえー、そういう感じで、えー、今日はあアップル信者かなって、まあね、皆さんアップルとか使ってますかそれともおグーグル、ね、グ e g グ o ピクセルも僕ちょっと気になってるんですけどね、まあ、あのアップルやったらこう何でもがこうエアドロップって何でもこうできるからね、うん、で、まあ、写,写真とかね、えー、カメラいろいろ機能ついてるんですけどもはっきり音楽も聴けて、えーねえー、支払いも全部これの中に入ってるわけでしょ、ねで。やっぱりこう生活のそのものが スリムにななってきてきるなあります僕らの世代はものをこう所有するっていう方がしっくりくるんですけどなんかアプリにお金払うんかなとか何かねあの何万円もするこうもう買ったりもするんですけどカメラとか。アプリで250円のアプリにこう躊躇してしまうこの, <laughs> あのハートの,ちあの小ささというかあの <laughs> ね僕らの世代は。 僕らじゃなたまたま僕だけはそうかもしれませんけどね250円かどうしようかなとかって無料をばんつことかしてねなんか躊躇したりするけどまあまあ最近はいろいろね必要とあらばあそうしてますけどね <laughs> 皆さんいかがですかねだからもう僕の,のねあの息子らの世代やったらあほとんどのものを買うというよりも端末で、えー、過ごしてますしね。 あのいいスピーカーで音楽聴いた方がいいのになと僕からしたら思うんですけどもそれは AirPods でねあの僕とかもあれですけど AirPods であ音を聴いていってるからええけどっていう感じでねすごい物が少ないですねあの本もこれで読んでたりとかねあからなんか画面もでかい方があいいらしくてね僕からしたらあのこの iPhone7 でもちょっとでかいなと思ってるぐらいなんですけどね。 うんカメね、写真はもうカメラをこうね実際のカメラも使うしね、うん、そっちの方が社浴というかあのこういう気分にさせるというかね、うん、撮影するという気分にもうあのいう感じでね、うん、そ,その感じが好きとか、うん、でやっぱり今でも LP レコードを聞いたりとかしてこうねこう対話するというかね心とね。 うん、そんな時間の過ごし方ですけどねもう最近ここでおうたら、あのーね、ほとんどわちゃわちゃしてますけどねで、まあ、そんな感じで、えー、長々とお話ししてしまいますけどね、えーまあ、あのまたね今月もですね,、えー、ね風邪などひかずにですね、えー、元気でね、えー、過ごして乗り切っていきましょうん、まあ僕もですねまず今日91回目でしょう100回までは百回なんかしたいですね うん、いつになるのかな毎日してたらね、うん、まあ、まあ、あとあと9回ですよ <laughs>、ねえー、な何かできたらなと思いますねえー、まあそんな感じで、えー、今日も最高の一日でありますようにボビーでしたじゃあねバイ